はい、はい、今日も4月10日テレポート、今日も4月10日、ごめんなさい4月10日テレポートサイン放送終了しました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。もうゴールデンウィーク10連休も近いということで、はい、うん、これずに同じ振り方する、これね、テイク2なんですよ実はまだアドリブが全然効かないんですよ頼むよ、生放送だよテレポートさん今、ね、頑張ってこう、ちょっと、じゃあ今日はこのテレポート反省会は小林アナウンサーが、はい、小林アナウンサーが仕切りということでやらせてもらいます、はいはい、令和元年が始まるということでですね、うん、その初日に、婚姻届を出す人が多いんじゃないかということで、うん、松江にはその特別のパネルができるんですよね。はい、ね、米子でも同じような動きがあるということなので、はい、うん、各地でね、そういったもう令和元年に合わせて何かするっていうことがこれからさらに増えてくるんじゃないかなっていう感じですね。はい、そうですね、今後の本当まだまだね動き見逃せないですよね、うん、ですね、どういったことがあるのか、また、まあ、10連休旅行に行かれる方とか、うんうんうん、まあやっぱり休みだけど仕事に出られる方とか多いじゃないですか。いや本当に、ね、私たちもね、漏れなく仕事ですよねみんな仕事なんですけれども、ね、いやでも本当そういう方が多いと思うんですよ。そうですよ、むしろお休みの方の方が少ないんじゃないかっていう気もしますもんね、はい、うんうん、でお仕事の方、うん、お子さん持ってらっしゃる方はやっぱり大変だなっていうのが今日よく分かりましたね。ですね、特別な窓口がね、はい、休日保育もできるということで、はい、まあ、ちょっと本当イレギュラーな対応が今後も求められていきそうですけれども、そういった動きもまたテレポートサインの中でねお伝えできればと思いますので、はいはいはい、そしてもう一つ、日和さん鳥取県西部、あ、東部に行かれて、あの美味しそうな春の食べ物を食べられてましたね。今日特集がですね、まあ、春の味覚をご紹介するというね、鳥取県東部の山あいのね、はい、施設、二施設紹介しましたけど、いやー本当美味しそうだった。三滝園もかなり風情がありましたよね。そうなんですよ、小林くん行ったことないでしょ。まだないんですよ、まだ。もう行ってほしい、あそこはね。私も何度かお邪魔してるんですが、うん、本当にあのこの春の初めの季節に行くのは初めてで、うん、本当にね、よかったよ。いや本当、うん、ね、あのかやぶき小屋、はい、本当に場所自体が趣があって、またそこで味わえる山菜しゃぶしゃぶ、美味しかった、めちゃめちゃ美味しそうで、もうで、あの、うん、コースしゃぶしゃぶ、うん、本当に美味しくって、うん、この時期20日頃までというかなりの期間限定です、はい、もうね、どれ食べても美味しくって、うん、でつくしなんかも入ってたりして、いや春つくしの佃煮とかもあるけど、しゃぶしゃぶでないでしょ。しゃぶしゃぶで食べたことないかも、うん、佃煮しかないや、うん、でしょ。気になる、ぜひ味わってください。ちょっとね、苦味があったりして本当に美味しかったです。春のそういうお野菜とかね、山菜ってこの独特の苦味がもうめちゃくちゃいいですよね。いいですね、なんか渋いね。いや大人になったなと思って私もやっぱ子供の頃ってその良さ、はい、ね、あまり分からなかったり、ふきのとうとかもなんか苦いってずっと思ってたけど確かにそうですね、大好き、あれがたまらんくなるんですよね。小林くんも好きなんだよね。大好きなんですよ、山菜よく食べてて、この時期限定であれば本当に三滝園は必ず行きたいと思いましたね、早く行かないと本当になくなっちゃうよ。4月20日まででしたっけ、20日頃まで、はい、20日頃まで、本当に自然のことなのでいつまでかはっきり言えないんですが、うん、20日頃ということなので、うん、あとわずか、皆さん行ってみてください、うん、そして外せない大江の里自然牧場さんもね、いや間違いないんですよね。そうなんですよ、実はでも恥ずかしながら今回初めてお邪魔して、私今まで行ったことなかったんですよ、うん、たまらなかった、うん、美味しかった。いちご本当に8個分ブワーッと乗ってて、さらにいちごを使ったソースがブワーッとねかかってます。インスタ映えもするしおしゃれだし、うん、パンケーキ食べたい、パンケーキ食べたい、今時ですね、今時のお笑い好きなんですよ、またさん好きなんですけど、いやそう、あの VTR 見ながらもずっとこうでしたもんね、うん、いや、でしたでしたか、ね、ずっとこうやって小林くんとここで乗らないのが小林くんですね乗ってくれなかった、うん、乗ってくれないっていうね、はい、まあ、乗りツッコミも勉強していきましょう、はい、さあそして明日ですけども、はい、また新しくこの米子会計に、はい、なんだ、新しい頑張れ、ホテルができるんですよね、旅館かな、旅館ですね旅館かな、はい、
い、今日取材に行ってきまして、はい、明日どんな旅館なのか、一体なぜ誰をターゲットにしてこういう旅館にしてるのかっていうところをお伝えしたいと思いますので、ご覧ください。狙いがあるんですよね。そうなんです、ただの旅館じゃございません、はい、お楽しみに。ということで今日のテレポート4月10日の反省会、はい、以上で終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はじゃあ締めの僕が行かせていただきます、はいはい、ありがとうございました。